ございます。それでは梶山の方からよろしくお願いします。梶山の清水さん、おはようございます。どうぞよろしくお願いします。昨日菅総理は所信表明演説で最低賃金の全国的な引き上げに取り組むことや大企業で経験を積んだ方々を政府のファンドを通じ地域の中堅中小企業の経営人材として紹介する取り組みなど中小企業に関連する政策に言及しました。政府はこうした政策を具体的にどういう方法で進めようとお考えでしょうか。はい、最低賃金の引き上げに関しましては中小企業が賃上げできるような事業環境の整備が不可欠であるということはこれは共通認識であります。このためデジタル化などの生産性向上に向けて投資の支援や経営資源の集約化等を通じた事業承継の円滑化、しわ寄せ防止など大企業と中小企業の取引関係の適正化などに、経済産業省としては今取り組んでいるところでありますし継続してこれらに取り組んでいくということであります。また中小企業にとって経営人材の確保は重要な課題であります。ご指摘の大企業で経験を積んだ方々を政府のファンドを通じて地域の中堅中小企業の経営人材として紹介する取り組みについてはこれ多分銀行に限って言い方だったと思いますけれども現在金融庁において、検討中と聞いております。中小企業庁としても大企業人材が地方の中小企業等で活躍するために必要となる、経営知識やコミュニケーションスキルの向上を、支援をしているところであります。さらに中小企業の経営課題や求めている人材を明らかにすることが、重要でありましてこのためセミナーの開催等を通じて大企業人材も含め地域内外から人材確保等を支援をしているところであります。私以前地方創生担当大臣をしておりましたけれどもその時もプロフェッショナル人材の戦略ということで都市部の大企業から地方の中小企業へまた中堅企業へという取り組みをしておりましてその時も数千件これが制約したものがありました。そしてそこにも行きましたけれども高度な技術者であるとか経理のプロであるとか経営人材であるとかそういった方が地方の中小企業や中堅企業に行って活躍している姿も見てきておりますけれどもいろんな産業でいろんな業種においてしっかりとそういった仕組みができることが地方の創生につながったり地方創生につながったり中小企業のレベルアップにも強靭化ということにもつながっていくものだと思っています。地位通信の松田と申します。GoTo イベントについてなんですが、GoTo イベントの、イベント事業者の募集が始まって、近々開始される見込みかと思いますが、改めてですね、GoTo イベントの狙いと、どういった効果を期待するか、それからイベントが開催されるとどうしても密な環境ができやすいと思うんですが、感染対策をどういうふうにしていくかということは、GoTo イベント事業につきましては昨日26日からイベント主催者の募集を開始をいたしました。イベント主催者やチケット販売事業者によって、状況は異なりますけれどもチケット販売の開始時期は最速で今月末を今見込んでいるところであります。本事業は感染拡大防止と両立させながら、文化芸術スポーツに関するイベントの需要喚起を図るものでありまして3密リスクを回避した新たなイベントの在り方を社会に普及、定着させることを狙いとしております。これまでも試験的にさまざまなイベントで入場人員というものの数を制限をしたり、また増やしたりということもしやってきたわけであります。そして分科会でしっかりと議論をしていただいているわけでありますけれども、ガイドラインをしっかり決めた上で、そういうイベントができるようになると、ウィズコロナの中でも、そういった感染防止対策をしながら、しっかりとしたそういうイベントができるようになることのために、今、連携をしながら、そういった感染防止対策をしているところでありますが、事業者に対しましては、接触確認アプリの利用促進や、検温等の体調チェックの実施、参加者と速やかに連絡ができる体制などの構築に加えて、これらの対策の公表を求めることにしております。必要に応じて、
事務局による現地確認も行うこととしております。こうした取り組みを通じて、まあ、本事業の目的を達成をしてまいりたいと考えております。はい、昨日も続きということなので、石炭火発を 全廃、まあ、確定できないという、まあ、全廃しないというような、全廃しないというよりも、まあ、いいえと続けていくんで、まあ、いや、これから再エネがですね、どんどん将来増えていく中で、まあ、安い石炭、まあ、燃料、再エネの、まあ、調整を果たすという意味では、やっぱり石炭の開発が将来的にも、まあ、重要だと、そういうことで、まあ、そう簡単に全体ができないって、そういう理解でよろしいですか。まあ、そう簡単にというよりも、全世界どこでも火力発電は必要になっています。例えば徹底している今2050年を表あの数値を出しているイギリス EU がありますけれども、そこでも化石燃料の火力発電所というものは入れているわけですね。ただ CO2 を大気中に排出しないという技術が可能かどうかということで、それらを今やっているということです。で、私どもも非効率の石炭火発というのは CO2 をたくさん、まあ、どちらかというと多く排出するものは30年までにフェードアウトさせましょうと。ただ高効率のものに関しては新しい技術と合わせて CO2 を大気中に排出しないような分離回収というような技術 CCS、CCUS というものを使いながら技術を磨いてまいりましょうということなんですね。他の国においても、あとは自分の持っている資源であるとか環境であるとか、まあ、そういったものに合わせてカーボンニュートラルというものを目指しているわけでありまして、イギリスにおいてもある程度の火力発電所、調整電力としての調整電源としての火力発電所は残るということで聞いておりますし、日本の企業も参画して CO2 の分離回収、それを CCS 貯留する、また利活用するということ、まあ、イギリスの場合は CCS ということで貯留するということが今メインだと思いますけれども、そういう取り組みをしているということですから、技術開発と合わせて一切使わないという方策だけじゃなくて、これからのイノベーションも含めてどうやったらカーボンニュートラルになるかということが世界の知恵比べと技術競争になると思っています。再エネの調整役として、結局ね、出力が一定じゃない、周波数や電圧が一定じゃない、そういったものをしっかりとしたその電源として使えるようにするために調整力というのは必要になるわけですよね。それとあといざという時の、例えば蓄電池がまだ発達しないという前提で言えば、風のない夜をどうして過ごすか、風力も太陽光も使えない時をどうするかという時とか、あとは災害時の非常用電源ということも含めてどうするかという時には、まだ化石燃料ということはどの国においても排除できない選択肢だと思っています。その中でできるだけ技術を磨いて CO2 を排出しないような技術と組み合わせた上で2050年を目指していくというのは、どの国も同じ考え方なんですけれども、どの電源を残していくか、化石燃料の中でもガスでやるのか石炭でやるのか、まあ、いろんなあり方があると思いますけれども、そういった中で技術開発を行っているということでご理解をいただきたいと思います。IWGA の木原と申します。はい、福島第一原発の廃炉計画が、事故を起こしていない第二原発とほぼ同じ2052年に、設計されたために、大量の、汚染水を短期間に放出せざるを得なくなっているという指摘がございます。そのためにですね、仮に廃炉目標を100年にすれば、通常の、環境基準内で汚染水処理をすることも可能であるということで、こうした点から第一原発の廃炉目標を100年に延ばして根本的に考え直すというのを考えはございませんでしょうか。それは今までも議論をしてきたことであり、地元の方たちも含めて、そういう議論をしてまいりました。今ここで問われても私の独断で決めるわけにはいかないということであります。今後議論の場でそういうことが出ればまた議論をするということになると思いますけれども、今はそういうその計画のもとにしっかりと廃炉と汚染水処理水対策をしていくということであります。現時点では、すみません、ただ、現在、汚染水の処理、まあ、特にその海洋放出に関してですね、反対の意見もたくさんございますけれども、そういう意味ではこの間、
それを27日に発表されるということも、伸ばされたわけですね。いやいや、伸ばしたというか、そもそも27日の予定は しておりません。していなかった。はい、なるほど。わかりました。ということですし、これ今おっしゃったけども、いやその議論をして進めてきているということなんですよね。そしてその例えば、そのこれを処理にするにしても、さまざまな方策というものを議論をしてきている、その中で、多くの方の理解を得られるようなものを模索していくということになると思います。今後も議論は進めていくというふうに考えてよろしいですか。一応議論は集結をしているわけですけれども、その時々でその将来にわたってまで私はこれが確実だとは私自身は言い切れない部分もありますので、というのは将来のことは予想できないこともありますから、という中で今はこの方針でやっていくということであります。全く議論しないというわけではない。いや、議論をしてきたんです、今までの議論を否定されるっていうならまた別なんだけども、議論をしてきた中でどうしていくかということなんですね。そしてあそこに住まわれている方、また戻ってこようとする方もおいでになる。そして地元の方からも早く決着をしてくれという3つの町からの決議もあるということなんですね。それらも踏まえてどうするかということ、一方の意見もあることも承知してますけども、一方のまたその一方の意見もあるということなんですね。その中での判断ということになります。加藤さんのフォアルコの会長と申します。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。次点ありますけど、はい、さっき福島処理水に関してですけど、今回の問題は韓国と中国と隣国から懸念の声も上がってますけれども、はい、これは日本体系の問題じゃなくて、はい、という話が出てますけれども、これについてどう受け止めているんですか。はい、隣国の反発に対してどう受け止めていますか。アルプス処理水の取り扱いにつきましては、これまでも隣国を含む国際社会に対して在京、日本にいる外交団の方々や、また日本の海外での在外の大使館、領事館を通じて、説明をしてきているところであります。そしてまた国際会議等でも発信をさせていただいておりまして、各省庁のホームページ等を通じて、繰り返し情報提供を行ってまいりました。またその状況、検討状況につきましては、本年4月に、国際原子力機関 IAEA によるレビューを受けておりまして、妥当であるというような評価も受けているところであります。引き続き外務省と連携しながら、 IAEA などの協力を得て、政府として国際社会に対して丁寧に高い透明性を持って情報提供していかなければならないと思っておりますし、不足があればしっかりと対応してまいりたいと思っております。もう一点、はい、今回は WTO に関しても伺いたいんですけど、はいはい、事務局長が選挙に対して、要するにナイジェリアの方を支持する方針を固めたということもありますけれども、韓国の方を支持しない理由とか、何だと思いますか。国際機関の選挙におきましては、誰を支持するかにつきましては、各国とも、外交上の理由から明らかにしないのが一般的であります。こういった話題は、これ私のこれまでの経験からしても、どこも明らかにしておりません。日本も同じでありますので、コメントは控えたいと思っております。そういった中で、現下 そのコロナ対応や WTO 改革などの課題が山積をしているのも事実であります。WTO の事務局長は、主要国間の利害を調整する能力が求められるということ、また多角的貿易体制の維持強化に向けて、リーダーシップを発揮できる人物であることが重要と考えているということであります。NHK の、はい、はい、ちょっとまた総論的な話をしてください。はい、はいはいはい、処理水の処分方針について、先週チーム会合も終わりまして、現在各省で検討を進めている状況を認識しています。はい、改めて処分方針 の決定について、決定に向けて経産省としての今後のご対応、はい、下の見通しがもしあればですね、お伺いしてください。アルプス処理水の取り扱いにつきましては、10月23日に開催をしました廃炉汚染水対策チーム会合において、本年2月に取りまとめられました専門家による報告書の内容を確認をするとともに、立地自治体や農林水産省などとの意見交換、
伺う場や ご意見を伺う場や書面での意見募集などさまざまな機会を通じていただいたご意見の整理を、まあ、行ったところであります。同会合では座長である私から関係省庁に対しましてこれまでいただいたご意見について改めて、まあ、真摯に受け止めること、政府として真摯に受け止めること、そして風評を最大限抑制する処分方法など風評対策、国内外への丁寧な情報発信などの主要な論点についてさらに今各省庁でのご意見も含まれて、検討を深めることを要請をしたところであります。まずはこうした議論を踏まえて関係各省において各省庁においてさらに検討を深めていくことが大切であると考えております。まあ、宿地が逼迫する中、まあ、いつまでも方針を決めずに先送りできないという事実があって皆さんの報道もあるものだと、まあ、思っております。丁寧な議論とのバランスを取りながら適切なタイミングで政府として責任を持って結論を出してまいりたい、現時点ではここまでということであります。はい、はい、月内に、まあ、似てありきではないというのは認識しているんですけれども、うん、月内に決定する可能性というのはいかがでしょうか。まあ、なんとも言えませんね、それはね。ですが、もともとはね、今年の夏ごろだと言われていた、ただ、丁寧に議論を重ねなくちゃいけないということと、あまり急いで、拙速にすることが逆にこれらがうまくいかない可能性もあるということで丁寧にやってきました、ここまでも。でさらにまた意見をまとめたという言いながらもやはり各省庁の検討というものも必要だという判断をいたしました。まあ、その中で今各省庁に検討を依頼をしているということでして、まあ、それらが戻ってきてどういう形にしていくかということも含めて、できるだけ早い時期に結論を出したいというのが私どもの考え方です。はい、ありがとうございました。